はい、実際そこ今日ちょうどいい感じだから、オッケー。おーね、今までの恨みじゃ、おら。はい、どうも、ひたまゆです。はい、今回はね、まあ、伊豆を使っていきたいと思います。いやー、とりあえずね、フルブーストにしてきました。まあ、なんでかっていうと、まあ、新しいメダル試したかったんですよ。実は伊豆なんかサイファーポールより、こっちのメダルの方が合うんじゃないかということで、僕はやっていこうかなと思います。まあ、サイファーポールは、まあ、スキル2。が、ルッチが短縮なんですよね、確か。でも、こっちだと、まあ、回復がちょっと少ないんだよね。まあ、だけど、こっちのスキル1のクールタイムが 3% 短縮するんですよ。で、伊蔵といえば、スキル1のが強いんですよね。スキル2より。スキル2そんな強くないっていうか、まあ、スキル2しかもクールタイムも短いんで、短縮したとて、多分ね、スキル1のがコスパいいのかなということで、まあ、新メダルを試しながらね、まあ、回復もついてるんで、まあ、新メダルと伊蔵合うということでね、まあ、スキル1短縮もちゃんとついてると。まあ、あとはこんな感じです。ということでね、まあ、やっていこうかなと思います。まあなのでね、まあちょっとステータスがちょっと申し分ないということで、申し分ないわ、違うわ、ちょっとあれだけど、ちょっと物足りないんで、フルブにしてきましたと、まあいうことでね、まあやっていこうかなと思います。レッツラゴー。はい、ということでね、まあ一戦目はね、まあちょっと後付けでまあ話していこうかなと思います。皆さんよろしくお願いしますと。いや、伊蔵ね、なんかね、最近の工場では僕当たりだと思いますね。まあやっぱり工場といえど、まあ工場といえど、まあ杯、まあ勘十郎を見たらね、まあやっぱり伊蔵はなかなかにやれる方なんではないかと、まあいうことでね、まあやっていきたいと思います。これね、やっぱスキル1がバカ強いんよ。スキル1マジで強くて、ほらもうこれで KO っすよ。で、やっぱスキル1はね、めちゃめちゃ強い、マジで強いんで、いや、そこをね、やっぱりうまく活かすために、まあやっぱりサイファーボールじゃなく、まあ新メダルをつけるっていうのもね、また一つ手なのかなって、まあ思いました。いや、まあちょっと通常攻撃の弾速が遅いのは、まあちょっと弱いかなと思いましたね。ちょっと避けやすいじゃん、これジャスト回避しやすいよね、真っ黒だから。しかも、うん、そこがちょっとね、やっぱあれっすね。まあ、通常攻撃が追尾ないなら、まあ、コメントでもあったけど、シールドかどっちかは、まあ、欲しいな、みたいな、いうのがありましたね。まあ、確かにそうだな、みたいな。まあ、ドビーも通常攻撃普通だったら当たりづらいんですけど、まあ、やっぱりね、うん、あれがあるという、シールドがあるおかげで当たりやすいということで、これ、着地狩りのこれ。これ、やっぱ火力ね、普通にあるんよ。うん、マジでね、普通に強いと思うわ。で、スキル1もこれ気絶させてくれるから、普通に強いと。強いよね、やっぱスキル1。スキル1をね、うまく活かせて戦えれば、まあ、これチームブーストなんでね、旗取るよりこっち優先させました。KO を優先して。いや、強いんよ。まあ、ちょっとおでんだよな、問題は。おでんに対して弱すぎるっていうのはちょっとあるかな。やっぱおでんなんよね、新キャラキラっていうか、いつも環境をぶっ壊してるなって思うのは。うん。おでんがだいぶ渋い。マジでおでんが渋いよ。多分おでん100レベルでもね、ほぼワンパンって言っても過言ではないんじゃないかな。いや、やっぱおでんなんよ、本当に。きついの、どのキャラでも。さあ、ここは、うん。まあ、ロジャーもきついけどね、伊蔵の場合、気絶スキル1入っちゃうから、火力がね、まあちょっとあれなんですけど。まあ、ここはちょっと桃源突火を、まあ、ロジャーに竹向けさせるように、ロジャーの後ろに隠れていくと。まあ、ロジャーは桃源突火ね、まあ、その致命傷ってほどでもないと思うんで。さあ、ここはロジャーがやられちまって、まあ、1-3になって、これとりあえずおでんを止めるために、まあ、打ちました。これこうなることは分かったんですけど、まあ、とりあえずね。うん。まあ、おでんは俺の KO を優先してきたか。まあ、とりあえずここ、ジャスト回避でこれ吹っ飛ばしていく。強いんよね。普通に強いんよ。さあ、ここ通常攻撃で挟もうと思ったんですけど、桃源と疲れ終わり。はい、ということで、2戦目からね、まあ、普通にやっていくわけなんですけども、いやー、まあ、強いよね。まあ、そこそこに。まあ、おでんに対してきついっていうのはね、もうだいぶマイナスポイント。いや、クソほどマイナスポイントなんだが、もうおでんなんもできない。よろけ向こうついてるのがね、やっぱ相当きついよね。さあ、こっち来てる。オッケー。まあ、こうなるよね。知ってた。俺も知ってた。で、こっち戻ってくるんでしょ。よいしょ、オッケー、吹っ飛ばす。いや、無理だって、おでん、マジで。本当にさ、おでん、マジでバランスブレイカーなのよ。本当に。おでん、きついよ。おでん。ちょ、おでん、マジどうする。いや、無敵。やっぱ、ね、おでんのどこを弱くする、逆にみんな。みんな逆に提案してほしい。おでんのどこを弱くするか。まあ、しかし、杯が出てきてしまった以上、まあ、今、ちょうどいい感じなのよね、実際。実際そこ、今日、ちょうどいい感じだから、オーケー。おでん、今までの恨みじゃ、おらさっきの恨みじゃ。おもろい、今の。これ、スキル1、やっぱ気持ちいいな、打ってて。打ってて気持ちいいのよ。下行こうかな、俺。ここ、ドフィーに任せて下行こう。バイバイ。
やばいところ降りてきたかも。やばいところ降りてきてしまったかもしれない。じゃあここら辺で、おい、いやー、オッケーオッケー、シールド全部破壊したと思うわ、これで。シールド破壊に満足してんだよね、俺最近。それよくないよな、実際。さあ、ここは、ここ、よきゃ、いいよ、いいやつ撃った、いいやつ撃ってる、いいやつ撃ってる、俺、これめちゃめちゃいいやつ撃ってる。オッケー、いいよ。いいね。さあ、ここは、はい、はい、オッケー、いいよ。このコンビネーション、気持ちよすぎる。さあ、杯上にないよね、敵だよね。あ、味方だよね、あれ。オッケー、オッケー。じゃあ、下行こうか。さあ、ここら辺でどんどん撃っていき、はい、やっぱ強いわ、スキルが。さあ、犬神だけ警戒。さあ、オッケー、いいね。シールド破壊僕したからね、今。ちなみに今シールド破壊僕してますからね。すぐ手柄がこっち欲しいみたいな感じになってるけど、オッケー、やっぱいいね、いいよ。やべ、これチームブースター、まずい、これ吹っ飛ぶ。やばい、終わったわ。あ、終わったねえ。はい、ということで3戦目よろしくお願いします。いや、やっぱおでんをどうにかするからな、杯はいけんのよ。うん、杯はまあまあいけるし、ロジャーも通常攻撃なまあまあいけんだけど、いや、やっぱおでん、レイリーよりおでんのがきつい気がする。使ってて、レイリーもきついんだけど、やっぱそれぐらいおでんがレベチできつすぎるっていうのはあるね。さあ、ここはとりあえず、じゃあこれ撃っちゃって、はい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 、オッケー。これでロジャーさんを、ジャスト回避させーの。はい、任せてください、ここは。シールド破壊は僕にお任せを。そしてカムサリを気持ちよく撃っちゃって。オッケー、いいよ。あ、ごめん。チャージ当たっちゃった、最後。最後当たっちゃった。やべ、ドンマイ言われてるわ、俺のせいで。いや、ごめんね。さあ、ここは、まあ、しかし、あとは俺らに任せろと。うん。いいね。さあ、いいよ。どうなってる？全く見えないけど、あ、違う杯が来たのね。違う杯が来ちゃったのね。じゃあ、一旦俺こっち守るわ。一旦ここ守って、はい。おいおいおい、いいよいいよ。さあ、いいね。さあ、回避使わせてよ、回避使わせてよ。あと、いや、最悪。いや、これで猛火が入るのが強い、辛いな。やばい、ここ、いけいけ。誰に撃ってる、え、誰に撃ってんの。うわ、今誰に撃ってた。レイリーに撃ってたよね、今多分。いや、渋いミスをしてしまったが、さあ、あそこにおでんが、だよいしょ、オッケー、ナイス KO。 回避してた。ちょ、おでん、あの、おでん、おでん、まあ、レイリーもきついな、こうなってくると。いやー、オッケーオッケー。いや、悪くない。援護力悪くないよ、さっきから。いやー、で、これで敵ブースト来るのか。やばい、肉2個は熱い。肉2個は熱いトリコです、ございます。あー、レイリーこっち来んな。ジャスすんな。オッケー。危ない。これ回避読んで。よいしょ !2 人で打ち込め !2 人で打ち込め !2 人で打ち込め !2 人で打ち込んでいく。待って、死地点やばいよ。あ、待って、死地点がやばい。死地点やばい。死地点やばいが、ルフィ。どうしよう。オブで吹っ飛ばせ。いやだよね、まあこれ使われることはしょうがないわ。うん、オッケーオッケー。うん、ちょっとまずいね。ここはじゃあとりあえずいった、それナイス、吹っ飛ばした。あ、ここにいるわ、まだ全然。いけ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 、オッケーオッケーオッケー、ナイスナイスナイス、ルフィいいね、ルフィいいよ。いやー、おでん来てるー。え、おでんじゃないか。あ、じゃあオッケーオッケー。いや、ナイスナイス、ルフィナイス、ライフル、ルフィ。さあ、ここからブースト熱いが、とりあえず守るか、とりあえず守っちゃってもいいな。これさ、近距離で撃ったらさ、シールドすぐ破壊できんじゃね、これ。そんなことなかったわ。あ、でも結構破壊できたと思うんだよね。さあ、ここはやばい、やばいやつ来てる。ルフィ後ろから、あれ、オッケーオッケー、撃ちまくれ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 、これ当たってる。シールド全然破壊できないんだけど。はい、ということで4戦目ラストやっていこうかなと思います。いや、まあ間違いなく言えることは、最近の、まあ、工場、まあの中では、まあいい方かなと思います。やっぱゴールデンウィークとか、まあ、プリンちゃんとかそういう強いキャラを見ると、まああれかもしれないですけど、まあ間違いなくね、まあいい感じを見たら分かると思うんですけど、いい方ではあると思うんでね、そこ皆さん、プラスに考えて、まあやっていきましょう。工場だったってことをね、忘れずに。 OK、使わせて。会議使わないと何にもできないんですよ、僕。おでんさん、裏行くんですか？あ、待って。あ、待って。ドフィンも裏行ってるわ。なんで？あれ、みんな裏行ってる。おい！さすがに助けろ！なんだっけ？助けろって。誰かのセリフだよね。OK。いや、これ誰かのセリフだよね。なんだっけ？誰のセリフだっけ？あ、ガンツだ。ガンツだ。いや、これ無理よ。さすがに無理よ。さすがに、この最強ゲッター2人は無理よ。さあ、ここ取っちゃおうかな。え、ここじゃ取っちゃって、はい、イーブンにしました。はい、僕イーブンにしました。おい、裏行ってる。みんな裏行ってるやないか。必ず1個は取ってくれよ。あー、無理だ、ここ。逃げよ。あー、マジで無理なんですけど。ちょっと待って、これ取り際やるから、ちょっと乗るな、乗るな。オッケー。今はチャンスだ。裏優秀やん。
裏みんな優秀や。裏よく取ってくれたね、みんな。うん。ナイスだよ。やらかしたな。俺結構やらかしたな。いや、味方すごいな。てか、すごいな。なんか、チームブースト、こうなってくるとチームブーストゲージの調整もクソもないよな。ね。わけわかんないよな。いやー、おでんがちょっと強いて。おでん、ちょっと無敵スキル禁止制度にしない？てか、無敵スキルを禁止にすれば今すごいいいバランスだと思うんですけど、もう、どんなキャラにしかり、どんなキャラしかりね、黒ひげ、まあ、黒ひげは別にね、まあ、知らんけど、よいしょー食らいまくれー、おら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 、これ、むずいね。意外と当てんのむずいね、これ。いけ。オーケー、いい吹っ飛ばし入ってるよ。さあ、ここは、乗らせるか乗らせるか、オーケー、乗らせるか、オッケーオッケー、いいよ、クリティカル率上がってるよ。さあ、オッケー、いいよ。さあ、おでんもハートマークを押すしかないよね。例えばさ、このガララブル乗ってるうちはさ、スキル回復なしとかさ、そういうさ、なんかことをしてくれないと、マジでスキルクールタイムの情報修正がえぐいのよ。さあ、ここちょっと待ってね。さあ、ここはおでん狂ってるわ。マジで狂ってるわ、こいつ、本当に。いや、もうマジでどうする、本当におでん問題なんだけど。なんかさ、まあ、杯はいけるってキャラ、まあ、ロジャーと同じだよね。なんかやっぱおでんが結局さ、バランスブレーカーっていうかさ、おでんが強すぎるのよ。うん。おでんが強すぎるのよ。マジで。やりまくれ、オッケー。うわ、吹っ飛ばせないのこれ。マジか、ごめん。やったわ。やったわ。やったわ。いや、これいけるわ。はい。はい、はい、はい、レリー強、うん、うん、うん、味方も強い、あざす。